つい最近、神様とお話ができるという人に、私か私の家族がもうすぐ死にますと言われ、そんなことは聞き流そうと平静を装っていますが、実は落ち込んでしまっています。自分の心が落ち込まないようにするためにはどうしたらいいでしょうか。神様というのは人間が作った産物です。神が人間を作ったんではなくて、人間が神を作ったんです。その人間が作った神様とお話ができる。そして人間が作った神様からお話を聞いたということは、そのお話はその人間が作ったんです。で、このことをちゃんと押さえてください。もし神様とお話ができる人に、私や私の家族がもう死にますと言われた。別にその人が言わなくても、私も私の家族も死にます。だから安心してください。私と私の家族は必ず死ぬんです。それがもうすぐなのか、もうちょっと後なのかはわかりませんが、必ず死にます。だから、それは、その別に神様が言おうが言うまいが、神様を作った人が言おうが言いまいが、その人が言おうが言いまいが、関係ないです。みんな死ぬんです。私も追加して、改めてお伝えさせていただきます。あなたも、あなたの家族もいつか死にます。さて、もし、そんなことに心を揺らがされたくないと思うのであれば、神様とお話ができる人とお話をなさらないこと。これが一番重要なことです。一番心が落ち着いていられます。この世の中の確実でないことを、確実なように、さも確実なように話をする人とお話をしないこと。そのような人と関わらないこと。この中にあって、不確実なことの中にあってですよ。確実な話をする人。そういう人のそばにいて、そういう人と話をしてください。それが自分の心を大きく乱されないで済む一つの秘訣です。